さん、大阪市内のど真ん中にある本町、もう見てください、地下鉄で行きます、すぐあります。しかもね、確かにこのビルに直結もしてるんですよね。とりあえずアモテルリゾートに行ってみたいと思います。はい、ただいまサンプリングでアルコール飲料、うん、ビールになるんですけど、はい、お渡ししております。よろしければこちらに、はい、すいません、手続き以上になります。ありがとう。これだけの設備があるんですよ。3階にテラスプールがあって、コンビニ、カフェ、お風呂ね、行きたいと思います、うん、あ、目の前やった。はい、418はこちらです。はい、お部屋はこんな感じになってます。ベッドが2つあって、窓があって、テレビがでかい。まあ、これ映画とか見やすいですよね。で、なんとね、ここは電話と簡単に Wi-Fi で映像が映せるので、テレビのミラーリングができます。ただ、確かね、YouTube とかしかできないんですよね。はい。だから、Amazon プライムとかはできません。さあ、お風呂、あ、部屋はこんな感じでございます。一応、ツインルーム撮っております。はい。一人で泊まりますが、ツインです。こんな、値段がね、全然変わんなかったので、もう、まあ、今の値段言っても参考にならないかもしれませんけど、これで4000円です。さあ、そして、はい、窓の方開けると、ビャン、阪神高速ビュー。はい、値段が安い分、4階です。上の方行ったら、ね、見晴らしいと思うんですよ。こっち側、南側なんで、きっと大阪の高層ビルがいっぱい見えると思います。アベノハルカスとかね。で、ここにちゃんと USB や電源あるって、すごくこれ使いやすそうやと思います。はい。で、基本的に、まあ、ツインなんで、すべてのアメニティは2つ分あります。さあ、ね、これ。どうすんね、これ。これ、ここで読む？リラックスできへんわ。うわ、すげえ。強運。どうすんね、これ。で、これでお風呂のね、状況もここで把握できるんで、空いてるとき行きましょう、みたいなね。行きましょう。ちょっとね、これ一段上がってる感じになってます。で、お手洗いがあって、流しがあって、アメニティもこういう感じで、全部2つ分ずついてますね。タオルも。こんな感じのお部屋でございました。はい。冷蔵庫の方はね、スイッチを自分で入れるタイプでした。そしてこの辺にもなんかいろいろね、こういうコーヒーが入ってたりとか、この狭いと2人並ぶかみたいな感じです。まあ、一応アホスカーキ。ここは、浴衣とかこういうのが入ってます。まあ、お風呂がついてますんでね、ここはね。っていう感じになってます。はい、それではこちらの3階のプールの方に行ってみたいと思います。さあ、全体的になんか高級感がある感じで、ここが、うん、宿泊者だけしか入れませんと。じゃあコンビニもう一回行こうかな。もう一回コンビニ行ってみましょう。コンビニ
社長カレーが売ってる。製氷機30回なのか。30回行ってみよう。確か上の方はね、少し高いみたいだったんですよ。30回でございます。製氷機ここですね。あ、カップもあるし、電子レンジもあるし、ジュースも売ってます。全然高くないです、普通の値段。さすがにあれか、やっぱりちょろっと夜景が見えるもんなんかないっすね。ね、ちょっと眺めれるとこあったよね。最上階になんかそんなテラスあってもええのにな。最上階にテラス的にもないもんね。じゃあ降りましょう。エレベーター降りて左がですね、なんかこんなサロンがあります。そして右側がお風呂となってます。女湯勝手に入れませんよ、セキュリティになってますから。そして男湯もセキュリティになってます。ここセンサー開けたら開きます。ここにランドリーがありますね。こんな感じで西成のホテルと全然ちゃう。あ、しかも値段は高い、300円、100円はちょっとね、やっぱ西成のホテルよりは高いですね。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。さあね、アパホテルリゾート大阪にあるのなかなかいい感じでしたね。千葉にもあるんですよ、幕張メッセのところに。そこもね、一度二度ぐらい出張行った時使ったことあるんですけども、いい感じやったんですけど、まあそこよりもってことは規模はちょっと違うんでね、まあでも十分楽しいいいホテルでございました。ただね、コロナでまだちょっと売り上げダウンしてるんでしょうね。まだ一泊3000円台です。今回泊まったところもブッキングかなんかで取ったら勝手にアップグレードされて、勝手にとか、まあサービスでアップグレードしてくれて、ちょっとあの部屋になりましたけども、基本はまあシングルだから、ダブルベッドだから分からへんけど、まあそんな感じのお部屋で一泊4000切るぐらいなんで、よかったら皆さんこの機会にお泊まりしてみてはいかがでしょうか。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら、バイバイ。